はい、レオンチャンネルです。予想通り6月の1日と同時に最終フォームアイテム情報解禁来た。ていうか、セイバーもなんだかんだ色々言われながら、もう最終フォームアイテムですよ。で、予想できなかった最終フォームは、絶対デカブック系が来るとか、ワンダーワールドの力が詰め込んだブックが来るとか、そういう風に僕は予想しておりましたが、まさかの聖剣が一本増えて、それが最終フォームアイテムと、仮面ライダークロスセイバーに変身で予告に出てましたから、もう今週末登場なんだけど、ツイッターとかに流れてる公式情報からすると、11本の聖剣の力が全て一つにまとまったもの、プラス、三段変形できる、三段変身できるっていう風に公式の情報解禁来ておりましたが、予告のこの青いセイバー、クロスセイバーがあまりにも色替えまんますぎて、もう一段階パワーアップあるんじゃないかなと思ったけど、じゃなくってもうこの聖剣一本で3フォーム分を楽しめるってことみたいですね。デラックス覇王剣クロスセイバーで、漢字が銃の聖の刃だから、10本分ってこと、あれ11本って書いてなかったかな。で、ソードバックルにも刺さるんだって、ソードバックルの反対側ががっつりこれ穴開いてた理由も分かりましたね。まあもともと聖剣ちょっとね、剣先は出てましたけど、覇王剣か刃の王の剣。6月5日発売で、クロスセイバーへの変身遊びができるなりきりアイテムです。別売りのブレイブドラゴンワンダレッドブックのボタンを押してタイトルを鳴らし、覇王剣、クロスセイバーをセットした状態で、ドライバーにセットして、抜刀するとページが展開して変身音が発動と。そしてここに3つ分をリードできる明らかなスキャン部分があって、まあもともと普通の聖剣も3つリード可能なんですが、それが表側でもわかりやすくなってますね。銀河的なキラキラのクリアパーツに星空が散りばめられてるみたいな、そういう聖剣色だ。で、ここのリード部分にはライダー文字がもうずらずらずらーっと書いてあって、これは解読するのが大変そう。エンブレムは交換しないんだね。もうこの太陽のところが別パーツになってて、エンブレム追加であるかなと思ったけど、あの IC チップスキャンで音声が変わるから、聖剣側の。そういうことはないんだね。そして、覇王剣クロスセイバーをセットした状態のソードライバーの見た目はこうで、ブックはそのままブレイブドラゴンを使うんですって、ボタンを押してブレイブドラゴン、かつて全てを滅ぼすほどの偉大な力を手にした神獣がいたで、おなじみの音声からの交わる10本の剣、クロスセイバー、クロスセイバー、クロスセイバー、虹色のこの吹き出しがいいね。セイバー、抜刀、あ、セイバー、抜刀か、劣化抜刀とかじゃないんだ。セイバー、抜刀、覇王剣、クロスセイバー、創世の十字、きらめく星たちの奇跡とともに、気高き力よ、勇気の炎。こういうサウンドが鳴るそうで、これが要はブック側からじゃなくて、聖剣側から鳴ると。でも待って、10本の聖剣って言うと、暗闇、交互剣、最高、鈴音、激怒、流れ、劣化、イカズチ、ハヤテ、あとは寝台兄弟の、のろしと、カイジか。あ、これで10本だ。11本目の、無名剣虚無はカウントされてないってこと？でもあれだよね、予告画像で、虚無をトーマーが持ってましたよね。10人のライダーの11本の剣って形なのかな。そしてハイブリッドセイバー、どういうこと？ベルトにセットでアーサーとか刺さってますが、剣を抜刀、ページが開き、セイバーとワンダークロスワンダー掛け合わせ、高まる2冊の超パワー、推薦図書。なんかめちゃくちゃ新しい音声バンバンなるじゃん。はい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 。ハイブリッドセイバー。これがあれかな？アシュ変身の共通サウンドってことかな？あ、
これだ、クリムゾンセイバー。そう、なんかクリムゾンドラゴンのブックを使うことで2段目に変身するって書いてあって、これが見た目はクロスセイバーっぽい全身ブルなんだけど、アーマー自体の造形がクリムゾンドラゴンなんですよね。ただ頭部がそのまま普通のセイバーだったかな。3冊サイユージャーニーとかストームイーグルを使うことで、あ、専用音声が鳴るんだ。セイバー抜刀、クリムゾンセイバー、銀河の果てに放つクロスセイバー3、豪華3冊。これ、これまでのさ、ブックリードもまたいろんなサウンド鳴るんじゃない？発売済みのやつ。広がれ、上がれ、コスモ、蘇れ、ワールド、ワンスモア、光、誠、愛、希望、時空はとっくにロックオン。なんかちょっとエモーショナルっぽいセリフもありつつ、言葉が増えてますね。光、誠、愛、希望、時空は特にロックオンみたいな、シャイニー的なサウンドになってるけど、仮面ライダー、フューチャリングセイバー。これが三段変身の三つ目か。あれだな、発売済みのブックがバンバンいるんだな。っていうか、あれだ、約束をした三人の剣士のブックをはめるわけね。セイバー、ブレイズ、エスパーだ。ってことはもう剣と戻ってくるんじゃん。ブレイブドラゴン、ライオン戦記、ランプとアランジーナを使うことで、セイバー、抜刀、ドラ、ドラゴン、ライオン戦記、アー、アランジーナーで3冊特装版、フィーチャリングセイバー、絆が導く勝利の約束、合併出版ですって。すごいな。あ、待って、なんかさらにこれが、聖剣の力が入ってるっていう証か。聖剣の力をミックスして、攻撃。すべての能力が入ってる最終フォームアイテムっていいよね。こういうのがブックからなるかと思ったら、聖剣からなるんだもんな。劣化、流れ、イカズチ、あ、スライドするの？どこのザンバットソードかな？そして、あー、なるほどね。これ自体が、エンブレム自体が動いて、ほー、連動するんだ。トリガーを押してから激怒、ハヤテ、スズネ、暗闇、最高、のろし、カイジで、あ、待って、虚無いないじゃん。やっぱ10本分の力が合わさってるのか。劣化、流れ、イカズチってか LED 発光すごいな。劣化、流れ、イカズチ、激怒、ハヤテ、スズネ、暗闇、最高、のろし、カイジ、黒すぎりでエンブレム戻して聖剣を決定、既読、選択と決定を繰り返して聖剣の力をミックス、トリガーを引いてミックス攻撃発動。発光もすごいね。10本の聖剣を合わせて必殺技、エンブレムの中央を押す。エンブレムの中央が押せるんだ。覇王必殺リード、そして既読10聖剣、既読6聖剣、既読3聖剣。あ、上のさっきのスライドする回数で決まるってことか。エンブレムを戻してトリガーを引いて、覇王クロス、整列山、覇王必殺毒波、急に星とか宇宙のモチーフがここに来てきましたね。でもそう思うと聖剣は本来虚無も合わせて11本なんだけど、マッサロゴスも想定してなかった12本目の聖剣ってことかな。でもマッサロゴス曰く、本来はソロモンの完全体の場合は新たな聖剣が1本生まれるって話ですから、13本目の聖剣もあるんですよね。あ、そういえば今月どうなってる？オムニフォースの発売。いつもの流れからすると敵側の変身アイテムって普通に一般販売することも多いんだけど、ちょっと後でそれも見よう。で、トーマのセリフ、主人公セリフが最終フォームのアイテムに入るのも定番ですね。10種収録したセリフモードにモードチェンジ。トリガーを押しながら電源スイッチ。へー、プレバンアイテムっぽい挙動するんだな。クロスセイバー、想像するのは俺だ。物語の結末は俺が決める。などなど入ってるそうです。おいくら？オープン価格。あ、違う。5720円だ。クロスセイバー、詳しくはこちら。あ、カレンダーのページに行くわけね。ただこれはすでに見た画像がすべて、お、まとめられてるって言おうと思ったけど、レジェンドブックに連動で、
セイバー、抜刀、昭和に始まり平成を駆け抜け、令和を切り開く変身仮面ライダー。いつの日も正義は心の中に。50周年、これは50周年に合わせたサウンドが入るって。そして外箱も最終フォームらしい特別な感じ。いや、予想外の聖剣追加っていう展開で、これは面白いな。ブックじゃなくって聖剣か、いい、それはすごいいい。しかもめちゃ遊べそうだしね。ここに来て新たなブックリード音声とかがバンバン楽しめるアイテムが発売するっていうのは、おもちゃ的には超嬉しい。オムニフォー、あー、おもちゃウェブにも載ってないってことはトップページに来るから、6月1日の情報解禁の同時に。ないんだ、オムニフォース一般販売。今後の商品、あ、待って、レジェンド変身シリーズ、あ、これ前あれじゃん、画像がちらっと出てたやつだ。は来てるけど、レジェンド変身タイフーンとかどうなってるこれ。3850円。レバーで押すやつ？あ、レバー操作系だ。あ、でもなんか昔のやつと違って、レバーがはみ出てない。前はさ、上にレバーがはみ出てて、それがかなりダサかったんだけど、今回は小さいつまみになってる。おー、で、アークルも出るんだ。これもあれだね。予告がちらっとあったやつだね。3850円税込みってすごくない？楽しめるって。赤く発光回転、うん、フォームチェンジ音も入ってますと。8月上旬、夏休み商戦アイテムか。レジェンドライダーヒストリーも昭和系が発売するそうです。タイフーンいいね。 CSM の続報がまだ来ないけど、昔発売したやつよりアップデートされてる感じっすね。あのレジェンド版で昔一回発売したから、それのアップデート版だな。でもソロモンのオムニフォースブック絶対今月普通に発売だと思ったから結構びっくり。カラドボルグはまああれはプレ版1でもいいかもしれないけど、オムニフォースは手でね、開けて、あ、ボタンを押して変身しますから、あれブック単体で発売してもらっても全然いいですよね。来月かな。いや、さすがに一般販売な気がするけどな。ってことで、最終フォームアイテム聖剣ですって。ブックじゃないって。ただ今週末に登場することを考えると、聖剣、そんな新代兄弟とかも聖剣の力を一つにするのに協力してくれる形なんだ。あとはバハトがどういう風に協力するのかな、その辺もまだ謎ですね。って感じで、クロスセイバーの変身アイテムの覇王剣クロスセイバーの情報来てますので、リンク貼っておきますから、詳細はそちらからご確認ください。今月のカレンダー動画はまた別で動画アップします。以上、レオンチャンネルの仮面ライダーセイバー最終フォームアイテムの確認動画でした。